に停車していた電車の中で女性が眠っていた。その横に立っていたのがおきびき先生。女性の様子を伺うと、こう奪って走り出す。それを見た別の女性が、ひったくりと叫び掴んだのだが、おきびき先生は構わずダッシュ。騒動に気づいた男性2人が追いかけるものの、おきびき先生は足が速かった。必死に走るも追いつけない男性たち。おきびき先生は駅の2階まで逃げたが、そこで思わぬ障害が。改札口の扉に衝突。ここでようやく男性が追いつき、リュックをつかんだ。その弾みでリュックは改札の外に落下。それでもおきびき先生は自慢の脚力で改札口を突破。しかしこの時体勢が崩れた。その隙に追いかけてきた男性が先生のズボンのポケットに手をかけた瞬間。